こんばんばは、わしみです。今日は耳たぶ回しで緩める筋肉についてお話しさせていただきます。砂糖式リンパケアの代名詞とも言われるえ耳たぶ回しえ。耳たぶ回しでえ耳たぶをくるくる回す動作で、えまず緩める筋肉がえ外側翼突筋です。え外側翼突筋とはえ筋肉の一緒でえ骨格筋え、咀嚼筋の一つです。 騎士が長肩骨この水色の部分の蝶々のような形の骨と停止が下学骨下の顎ですねの骨にくっついておりますで外側翼突筋には上頭と下頭上と下とありまして上の方は咀嚼筋の平行筋口を閉める方の筋肉として主に機能し え下の方は咀嚼筋の開口筋、えー、開く方の筋肉として機能しています。で外側翼突筋の右と左左右両方の、えー、外側翼突筋が同時に収縮することで、えー、下顎骨、えー、下の顎が前方に移動します。 片側の外側翼突筋のみが収縮することでこちらは横ですね、下肩骨が反対側です。右が収縮したら左、左の外側翼突筋が収縮したら右の方向に顎が移動します。まあ、居城ですね、ちょっと上がります。で、外側翼突筋の動きを見ると、なぜ右タブ回して、 まず耳たぶ回しをくるくると回してから、えー、顎を動かす動作を行うのがわかると思います、えー。以上です。ありがとうございました。